リバース熱烈過激リバース熱烈過激リバース熱烈過激熱烈過激リバース作演出北林沢子熱烈過激リバース始まります。皆様の支援に支えられ、この近鉄劇場の舞台に戻ってくることができました。ありがとうございます。あれからほんの3ヶ月ですよって言われてしまうかもしれません。でも私にとって、いいえ、私たちにとっては夢にまで見た瞬間。皆様、ようこそお越しくださいました。お盆なのにね、忙しい時にごめんなさい。昔の人が言いました。別れがあるから出会いがあるって。今日のこの日まで私たちにもたくさんの別れがありました。だからこそ素晴らしい出会いがある、素晴らしい旅立ちがある、きっと明日があるのだと信じて、熱烈過激リバース始まります。アンジ・キバリ、ヒロマツ・サリー、ハナノ・モカ、カワイ・トコロ、タワカ・リン、ミナ・ノ・タカシロ・ユキ。綺麗どころに参りましょう。
花に例えるならセンスのフリージア北原沙織。そして華やかにドラマティックに深紅のバラ若き至宝。ご休憩ください。今出てきたばっかりじゃない。花々しく退場できない。もう一度ありがとうございました。
さて、お待たせいたしました。大阪の新しいスターになれるか、見守ってやってください。歌劇の星、岡昇。職業安定所、職業安定所、日本にそんなところがあったなんて、私劇場しか知らないのに。ダメだ、ハローワーク、ハローワーク、ハローワーク。よし、あのすみません、あのハローワーク。職業安定所はどちらですか？
ました。どうもありがとう。すみません、ありがとう。どうもありがとう。はい、次の方。次の方。はい、職業安定所はこちらですか？はい。退職されたんですか？離職票はお持ちですか？離職票。はい、失業証明書です。失業。鈴木直美さん。あ、ちょっと失礼。はい、こちらハローワーク職業安定所です。あ、東支所の山本さん、ご無沙汰してます。え、 OMK。 あ、大阪ミュージカル劇団ね。解散した、知ってますよ。ショックでしたね。実は僕大ファンだったんです。特にトップスターの春川直美、いいですね。すいません。で、その OMK が何か。はははは、なるほど。元劇団員が職探し。そういえば、最近うちにも派手な人たちがちらほら。ナオミ、マリちゃん。おはようございます。ミュージカル症候群？何ですかそれ？ミュージカルの世界から抜けきれない人と接した職安の職員が熱に浮かされたようにミュージカルの世界にはまる？ミュージカルの夢の世界とリストラが複雑に絡み合った新種の病気。まさかそんなことを。 あの皆さんどうされました？あの危ないですよ。あの、踊ってはいけません。あの皆さん、何するんですか。やめてください。皆さん、OMK の方ですか？雇用保険の給付申請ですか？あの、でしたら皆さん、あの、静かに、あの、お静かに静粛に、あの、並んでください。あの、こちらです。あ、あなたから。あの、待ってください。あの、はい、わかりました。実はうちにもついにそのウイルスが。後で電話します。皆さん、ここはハローワーク、あ、現代に尽くす職安ですよ。あのダメですって。踊らないでください。踊らないで、もう踊るなって。踊らないで。皆さん、仕事をお探しですか？はい、はい、夢を捨てに来ました。は、夢の中でいつまでも踊っていたかった、でも大人にならなくちゃいけないって。あ、大人に。あ、泣かないで、泣かないで。あの、でしたらそちらのパソコンで指示に従い、希望の職業など検索してみてください。パソコン。私パソコンできないんです。パソコンどころか電子レンジもビデオの余
春川直美はミュージカルの大スターなんだ。パソコンなんかできなくても許して直美さん、あなた弱い私を素直になれない愛しすぎて、あの皆さんも順番に離職票を出してください。思い出してごらん。ありがとうございます。新しい人生を探す旅のナビゲーター。厳しいことを言うようですが、皆さんもっともっと現実を見なきゃ。現実？現実なら嫌というほど見せられてきたわ。花村麻里さん、本名北川麻里子、あなたはなぜミュージカルの世界に入ったんです？そんなことあなたに話してどうなるの？わかったわ。演技のオーディションなら台本をちょうだい。どんな役でもこなしてみせるわ。僕は女優のあなたではなく、一人の人間として、社会人としてお話を聞きたいんです。俺たちに現実は必要ない。俺たちは舞台のスポットライトを浴びて夢を演じてみせてきたミュージカルの俳優だ。お客は俺たちが職安に来たなんて知ったらきっと幻滅するに違いない。早く手続きを済ませてくれ。はい。でもここにはミュージカルという職種はないです。何か他の分野で。俺はこの際ミュージカルの世界から足を洗うかと思ってる。結婚してまともな暮らしがしたいんだな。トモ、はい、ジェリー、トモ、お前らいつの間に今頃気がついたの？あ、ジェリー、あ、芸名なんです。ジェリー山田、本名山田哲三。よろしく。お前たち舞台を諦めるっていうのか。あの血のにじむようなレッスンは一体何だったんだ。トモのお母さんが一緒に家に帰ってこいって言ってくれてる。このところ母さんすっかり気が弱くなったみたいで、そばにいてあげなきゃって。トモ、ジェリー、よし。結局現実に負けたんだ。違う、愛しているから。トモを愛しているから。愛、愛のために夢を捨てるっていうのか。俺たちの青春はそんな弱いものだったのか。私たち新しい夢を作りたいの。綺麗事はよせ。この世に夢があるならなぜ劇団は潰れたんだ。愛、新しい夢、虹の彼方にはきっとおとぎの国があるのけれども、若者たちに降りかかる試練、冒険、ミステリー、サスペンス、そして愛、愛、愛、負けちゃダメ。いや、どうも話が噛み合わないな。
まずお互いの意見を尊重し合ってですね。ナオミさん、どうしたんです？具合でも悪いんですか？人生はミュージカル！ナオミさん、踊らないでください。危ないですから、気をつけ、皆さんまで、もうどうしよう、皆さん、何あれ、かさん、危ない。ちょっとそれうちの、うちの観葉植物、ワン、手に入れたい大切な夢。わかりますけど。ワン、ただ一つ抱きながら。でも植木鉢、心ときめくあの拍手、熱いどよめく感動。歌姫だ、マルガレッタ、そう言ったかな。
何かと噂の多い女でね、皇太子殿下と浮き名を流したこともある。忠告しておくが近づかん方がいい。あれの恋の手札は一流だ。お前の太刀打ちできる女じゃない。美しい人悲しいほどに傷つきながら輝いている出会いは時お前が本当に息子を愛してるなら身を引いてやってほしい。息子は将来のある身だ。お前の悲しい運命を共に背負わせようというのか。We'll be right back.
みさん。私、もう舞台に立てない。マルグリットの恋と一緒。二度とスポットライトを浴びることはないのよ。ナオミさん、僕、こう思います。夢と現実は対立するものじゃない。夢はいつも現実の中に隠れてるんだって。現実から目をそらさず新しい夢を築いていくことがきっとできるんだって。僕も職安で働いていて政治や社会のジレンマは感じるけど、僕一人じゃ何もできないと諦めてる。でもやっぱり無関心じゃダメなんだ。生意気言うようですが、ナオミさんも逃げないで、古い服は脱ぎ捨てて、どうか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 泣かないで。9月2日です。さようなら。ナオミさん、お元気で。あれ、あれシャバダダダダダバダダダバダバダダダバダバダダ I'm singing the rain Just singing the rain Ta da da la 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 laLa la 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 rain Da 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 memory Oh 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 oh
もあったな。さくらさ、あ、低い。さくら咲く国、さくらさくら。ありがとうございます。皆さん、お楽しみいただけてますか？ありがとうございます。そしてもう一曲、ビーバー OSK、 ラララ OSK、 ビーバー OSK、 ラララ OSK、 ララ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 ラ OSK。 万歳 OSK、 万歳万歳。あ、先生、患者がいました。あなた、はい、職案の職員？はい。本当に職員？はい。あなたも退職されたんですか？何言ってるんですか、はい、こんな派手な格好で仕事してたの？はい。ちょっと熱測りましょう。はい。熱っ、舌出して。はい。気をつけろ、感染するかもしれないぞ。あ、一体何の騒ぎですか？ あなたはミュージカル症候群、正式には重症急性歌踊れこの世はミュージカル症候群、通称 UORS、 ウォーズに感染しています。まさか UORS、 ミュージカル症候群とは、心に感じたジレンマや不正を見逃すことができず、愛と正義を歌わずにはいられないという難病です。残念ですが、まだ治療法は発見されていません。しかし我が大学病院のプロジェクトチームは特効薬開発まであと一歩のところまでこぎつけました。あと一歩、あと一歩、あとはあなたの体に救う強力なウイルス。その強力なウイルスをもとに抗体を作るだけ。抗体隔離します。WHO 並びに国内外の医療関係者は、いまだに特効薬や有効な対処法が発見できず、市民の批判が集中しています。先生、抗体の抽出に失敗しました。何をやっている。
あのクラン家のウイルスは特別だ。特別な抗体が作れるはずなんだ。痛い。我々の精神力ももう限界だ。24時間体制が何日続いてると思ってるんだ。分かっている。だが何としても我がプロジェクトから抗体を発見しなければならない。そうしなければ派閥のメンツが。おい医者、医者ってのはな、病気を治すことだけが仕事じゃないぞ。なんでミュージカル症候群なんて流行ったんだ。患者の心のケアを第一に考える、これがいい医者ってもんじゃないのか、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 ないのか。誰のために戦えばいい、何のために戦えばいい、どれだけ頑張れば終わりがある。毎日毎日消化循環多臓器不全、頭部胸部重症外傷臨床救急神経障害、結末ばかりに気を取られ、医者のモラル試される。
てるお姉ちゃんがドワ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 こわもてのお兄さんもドワ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 すぐすれ兄弟さ世界をラブンスマイル新しい大阪名物熱烈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 過激吉津さん、吉津さん、はい、何してはるんですか？サービス。サービス？なんでそんな個人的なサービスを？そうですよ、知り合いが多いのあそこ。あ、そういう、そう、吉津さんのことは皆さんもご存知なんですよ。そうよね。はい、皆様改めまして吉津隆でございます。大木誠でございます。結城光でございます。皆様この夏休みお盆もういろいろ何かと忙しい時にこんなにたくさん私たちのためにいらしていただきまして本当にありがとうございます。OSK 存続のために去年から私たちは署名活動を皆様にお願いいたしまして本当に皆様の温かいご声援ご支援いろ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 なおかげでこうして私たちは署名活動もただいまのところ19万5千人近くの皆様にご署名をいただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。わずか3ヶ月ですがこうして懐かしい近鉄劇場で皆様にお会いできてこうしてご挨拶をさせていただき、また立ち上げ公演として熱烈歌劇リバースを公演させていただきますことは本当に温かい皆様のご声援のおかげと感謝いたしております。本当にありがとうございました。今日は力強いエールを送ってくれるゲストの方をお招きしております。誰？
わざとらしい。すいません、さっきからもう昨日から何回も出ていただいてるでしょうね。だってやれって言うんだもん。誰がじゃ知らない。あ、ゆうきさんがね、すいません先行ってください。失礼しました。近鉄劇場公演レディーアンを探してで、ね、OSK のトップスターに就任後数多くの名作を残されましたあの方です。郷みちるさん、どうぞどうぞ。ありがとうございます。長いお忙しい中、長いどうもありがとう。お待たせをいたしました。はい、ギザにお待たせしました。かっこいいわね今日はスッと出てきはりますね。スッとね、スッと、はい、何か一言はい、皆様こんにちは。そしてお久しぶりです。あ、初めてのお方、私が郷みちるです。どうぞよろしくお願いします。OSK 現役の男役の頃はもうそれはね、いろんな役をこなされてかっこよかったですよね。今日は一曲ね、ぜひ歌をお聴かせいただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。それでは郷さんに歌っていただきます。 Embrace Savre You お願いいたします。どうぞ。この曲はニューオーリズンのにぎわいの中で使った曲です。どうぞお聴きください。涙の思い出も焦って心の爪痕も流れ、愛したあの人は遠く、夜ごとの夢からも消えた。消えた体は重く、冷めて乾いた笑いよ、私は一人で恋の歌を忘れ、花びら閉じ眠る。眠りの果てには何が待つ、いつかはたどり着く世界、光輝くよいつも、夜の闇さえなくて花咲き乱れるかぐわしき花園、かっこいいじゃありませんか。足はこっからここまで、足はここからここまで、
そう違うでしょ、ここからここまで、あの吉津さんの体で言うとということですね。はい、分かりました、分かりました失礼しました。足は短くても芸は長いのよ。はい、本当に吉津さん、はい、確かに吉津さんも素晴らしい、そして甲さんもますます素晴らしい、それよりもまた素晴らしいゲストの方が今日この客席に来てくださってるということなんですけれども、はい、作家の田辺聖子先生が来てくださってるということなんですけれども、どちらにいらっしゃいますでしょうか。 あそこにいらっしゃいます。ようこそお越しくださいました。こちらの方にあのお話を2、3伺いに参りますので、そちらに伺いに参りますので、よろしくお願いいたします。そのままどうぞどうぞおかけになってくださいませ。はい、お持ちになってくださいませ、はい、ます。はい、田辺聖子先生はですね、1964年にセンチメンタルジャーニーで芥川賞を受賞後、女流作家として華々しい履歴をお持ちの田辺聖子さんなんですけれども、87年には女流文学賞、93年吉川英治文学賞、翌年菊池寛文学賞、そして1995年には紫綬褒章まで受賞され、98年以降も数多くの文学賞を受賞されております。現在も作家として数多くの素晴らしい作品を世に発表され続けていらっしゃる田辺先生なんですけれども、そのエッセイの中に垣間見られる先生ご自身のお人柄も作品とともにその人々の心を捉えているようです。田辺聖子先生ありがとうございます。今日はようこそお越しくださいました。先生もういつもご無理ばっかり言って申し訳ございません。いえ、あの田辺聖子でございます。でも今日は素敵でした。大変素晴らしいダンス、私夢の中やったらあのぐらい足上がるけど、とっても楽しかった。やっぱりこの夢が大事なんですね。あのロマンと夢と与えてくれる大助大好きです。ありがとうございます。あの今日ここにちっちゃなお嬢ちゃんや坊ちゃんがあの一緒に来て熱心におとなしく見てらっしゃいます。昔の私思い出すみたい。あの南の大劇で父と母に挟まれて、あのわらの下で桜咲く国って歌ってました。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。田辺先生はあの各エッセイの中などでもあの OSK のことをいろいろお書きくださいまして、新聞記事やね、あの雑誌のエッセイなんかにも随分お書きいただいてて、すごいありがたいことですよね。そうですよね、はい、もう去年の解散以後、はい、すごく私たちの力になりました、励みになりました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ねえ、もう私は本当にご無理ばっかり先生に申し上げて、もう甘えてばかりで、先生ごめんなさい、これからもずっとずっと甘えさせてください。よろしくお願いいたします。お願いします。で、ね、先生の作品といいますのは本当にあの先ほどもおっしゃいましたけれども、あの夢やロマンが本当にあふれてましてね、はい、あの小説もそうですし、エッセイもそうですし、あのご主人のことをね、お書きになってるエッセイなんてすごい楽しいんですけれども、ね、本当にそういうあの現実の生活の中にああいうふうにいろんなロマンを感じながらそうやって生きてらっしゃるっていうのがすごい私たちにもね通じることがあって、すごくいいですよね。本当にあのいっぱい私たちも先生の作品に夢をいただいているわけですから、私たちも私たちの作品で皆様に夢を与えられるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、ね、はい、はい、頑張りましょう。頑張ります。はい、どうぞよろしくお願いいたします。先生今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。この後もね、どういうところ、はい、この後もまだ続きますので最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。ねえ吉見さん、はい、そんな中やってきましたけれども、いよいよ熱烈歌劇リバースフィナーレです。まずは日本もののデュエットから。歌舞伎の鳴神をアレンジした作品です。宇宙の光と闇の法則を解く巻物をめぐって、太陽系を支配する王とその巻物を奪おうとする美女が恋の
駆け引きを舞い踊ります。そして日本物に続きましてはエネルギッシュな歌とダンスによる熱烈フィナーレをお楽しみください。最後まであなたの心にリーバース。Thank you.
がて愛の日々お前の嘘ならもうごめんさ言い訳ばかり誓う夜唇塞いで幸せになら
変わらぬこの愛、この時たとえ命尽きるとも。
後まで温かいご声援ありがとうございます、熱烈歌劇リバースいかがでしたでしょうか。ありがとうございます、この公演の主題歌でもあります、ありがとうありがとう、いつも見守ってくれていてありがとうありがとう、あなたがいてくれて本当にこの言葉の通り、この1年間私たちを本当に温かく見守ってくださって本当にありがとうございます。皆様のその温かいお気持ちを私たちの励みにしていきたいと思います。そして日々これからも精進いたしてまいります。どうか私たちのこれからの意気込みを、そして81年の OSK の歴史と文化を継承していきたく頑張ってまいりますので、どうかこれからも温かく皆様のご支援ご声援をよろしくお願い申し上げます。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。OSK は今年
81年目です。そして81年目にまた生まれ変わろうとしています。今日からまたこの公演からまた始まります。どうぞこれからも私たちを見守っていてください。私たちも皆様がある限りもっともっと夢をもっと愛を皆様にお届けします。これからもどうぞよろしく。OSK 日本歌劇団存続の会の代表吉津隆でございます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。存続という形で1年間頑張ってきまして、この作品は立ち上げ公演、熱烈歌劇リバースという形でご覧いただきましたが、これからもますます頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。熱烈歌劇リバース、お楽しみいただけましたでしょうか。大木誠でございます。いかがでしたか。楽しかったでしょう。今回は若手もバリバリ頑張っております。私もまだまだ出ていきますよ。これからもどうぞお楽しみに。熱烈歌劇リバース、お楽しみいただけましたでしょうか。結城光です。リバース、新しく生まれる、素晴らしい言葉です。私たちもこれからどんどん新しいことに挑戦し、素晴らしい夢の舞台を皆さんにお届けしていきたいと思います。どうぞこれからも OSK をよろしくお願いいたします。若木志保です。無事立ち上げ公演を公演できることができて本当に嬉しく思っています。これからが本当の出発だと思っています。どうぞ応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。北原沙織です。熱烈歌劇リバース、いかがでしたでしょうか。皆様の声援のもとこの公演ができまして本当に嬉しく思っています。これからも新しい気持ちで一人一人精一杯頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。大川昇です。世界に羽ばたく OSK、 頑張れ頑張れ OSK。 皆様のお心に熱く熱く届くように一生懸命頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。イエーイ、ヒュー。高瀬真央です。リバースリバース、熱烈歌劇リバース、お楽しみいただけましたでしょうか。これからも私たちは皆様に愛されるような劇団を目指して精一杯頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。 OMK の司です。そして私 OSK の秋司です。これからもいろんな役に挑戦していろんな踊りを踊っていきたいと思います。頑張りますのでよろしくお願いします。浅香桜子です。これからもどんどん生まれ変わります。よろしくお願いします。水月純です。見ていただいたお客様に楽しかったな、明日もまた頑張ろうと思ってもらえるようなそんな舞台目指して頑張ります。日波亜紀です。熱烈歌劇リバース、お楽しみいただけましたでしょうか。これからも OSK をよろしくお願いします。萌木川奈です。OSK が大好きです。これからもずっとずっと続きますようにお願いします。森野好花です。いつまでも皆様のお心に残りますように、これからも頑張ります。桐生朝也でございます。熱烈歌劇リバース、万歳。ララ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 、りょうちはやです。歌劇が大好き、
OSK が大好き、これからも応援よろしくお願いします。折原しおです。生まれ変わった私たち、これからの新しい OSK にご応募期待。ぼややーん、春崎智香です。新しく生まれ変わった OSK、 これからも皆様と共に明るく元気いっぱい頑張ります。よろしくお願いします。みさごまりです。私がどこに出ていたか分かりましたか？もう一度チェックしてみてくださいね。高城遥香から高城勇気に改名いたしました。前とは違う自分をたっぷりお楽しみください。水名涼です。熱烈歌劇リバース、私にとってとても楽しい公演でした。これからも頑張るぞ。沢佳凛です。さあ、これであなたも OSK の虜です。これからもよろしく。かいこころです。いつも心に太陽を。劇場でお待ちいたしております。花野もかです。面白かったですか？もう一度巻き戻ししてみてください。リバース。平松さりでございます。新しく生まれ変わった OSK、 これからの OSK と平松にご期待ください。アンジひばりです。楽しんでいただけましたか？これからも OSK 応援してください。葛城ケイトです。新しい OSK、 みんなで力を合わせて頑張ります。応援よろしくお願いします。